ちの髪の毛勝手にあがつま善逸にするとき。よいしょー。どうもしなはると。寄せと。あ、寄せです。というわけでね、今回は髪型に関するドッキリなんですけど、はい、まあ、今ね、今というかもうここ 1、2年ぐらい爆流行りしてる鬼滅の刃という漫画アニメがあります。はい、あの中で人気投票第3位ぐらいに輝いている、うん、吾妻善逸くんっていうね、まあ、あの金髪で、うん、普段はネオネオしてるんだけど、やるときはやるっていうね。そうですね、まさにモッチみたいな。そうかな、やるときやらないバージョンがモッチ。カスじゃん。モッチがね、髪の毛がシャバいと。俺らは言うても派手髪ちょっと経験してるじゃないですか。まあ経験してます。彼ブリーチしたことないので、まあそこで僕たちが手助けをしてあげて、まあ美容学生の友達のリツヤに頼んで髪型を善逸にしてもらおうと思います。はい、これね、オープニング後撮りなんですけど、なかなかなことになったんでね、楽しみにしてもらえればいいかなと思います。はい、というわけで今回は友達の髪の毛勝手に善逸にするドッキリです。やっていきましょう。おい、モッチイケメン化計画。よいしょー。どうも、カイジとハルヒとモッチです。はい、ということでね、はい、そしてまずここはね、うん、リツヤの家です。紹介してみて、おなじみ。どうぞうーん、サニーリツヤです。はい、ということで、まあ毎度おなじみですね、まあ、リツヤの家に来まして、今回はちょっとカットとカラーをねしていただこうと思います。はい、まあ、ちゃんとね似合う髪色とか髪型にしてくれって頼んであるので、あ、ちゃんと、まあ、そこはおふざけなしで、まあ、普通に大丈夫。ガチでガチで、ガチで、はい、ありがとうございます。やるつもりなんで、リツヤのインスタは概要欄からお願いします。はい、みんなフォローしてくれ。というわけで今回はモッチイケメン化計画です。やっていきましょう。はい、感動に味わってもらいたいので今回目隠しをしております。いや確かに、なんか前回はね目開けたままやってもらったから、うん、今いなくなった誰も。いるやん。いるよね。ちょっとこれイメージしてもらって。はい。おい、おふざけやん。いや普通に、普通にマジ、まあ、イケメン化ですからね。そうなんだよね。だってね、モデル、人気な人のモデルだもんね。確かに、まあ今で、本当にマジで本当に今が旬な俳優さん人がマジやってる髪型。マジ、しかもめっちゃ人気。結構ファンよね。マジ、女に人気。女にマジ、バイトね。ちなみに誰を撮る？イケメン今のマジが旬で、マッケン、マッケン。おー、その辺その辺やったいんだもんね。あ、ひ、ひ、晴れる。マッケン言うと知名度晴れる。全然晴れる。なんなら上まで。で、早速やっていきたいと思います。はい、お願いします。楽しみかな。来てますね。俺もやってほしいなこれ。そんな羨むぐらい。いや俺は羨ましいこれ。なんか見たい早く。もっちいいね。この絵おもろ。いやおもろお前捉えられてるなってる。いいじゃん、モッチ。おーおー、いいじゃん、めっちゃいい感じじゃん。いや、めちゃくちゃいいぞ。めっちゃいい感じじゃん、わぁ、すごい。やばくね、だいぶいったね。ちょっといった。めちゃくちゃいいぞ。マジで、うん、まあ、ここからちょっと手加えてるって感じよね。そうだね。じゃあ、今から流します。流しまーす。うわ、こわ、前見えないの。ガチ声、ガチ声、ガチ声。うわ、小指ぶつけそう。のせ、いくよ、のせもらえばいくよ。せーの。あ、終わった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 。動きどうなの。すごい。生まれたての小鹿みたい。あ、ごめん、なんか直しちゃった。あ、つけてる。あ、はい、ここか。持ってきた、持ってきた。すごい、いいじゃん。まあいいじゃん、結構いいよ。自分で流せる、まあ、向こうの部屋で一旦待ちましょう。大丈夫。
に住んでるそう、めっちゃ面白い。いや、いいじゃん。めっちゃいいね。カット終わりです。あー、後ろめっちゃそれだ。後ろが特徴的な人。後ろはね、マジでね、それだわ。それ、あ、この角度やばいもん、だってもうじゃん、この角度ね、それでしかない。バッコリ行く。あった、バッコリ。あ、あるよ。うわ、バッコリやん。バッコリだ、ま、いや、すごい。もうそれだわ。やばい。うわ、もうだもん。杉、まるまる杉。杉だね。このもうカメラから見る、やばいぞ。ね、ね、やばいね。やばい、何それ。リツヤすごくね。ね、そうに。シンプル。これはもうアートだね。ね、はい。もうちょいあれだよね、そのブームの台風のど真ん中の時の思いだったなっていうのはさ、それは。ちょっと過ぎてる人なんだ。ですね、過ぎ去ったわけじゃなくて、うん、未だにあるけど定着したって感じ。アニメで言うと100だとしたら90ぐらい。アニメで言うとどんぐらい。アニメで言うと、どのアニメで言うと鬼滅の刃ぐらい。あー、あー、マジでそんぐらいでかいじゃん。いや、すごいぞ。いや、これはちょっと一旦完成までスキップかな。ここまで来たらもうみんなもあとは完成見ればいいでしょう。ここでわかる誰かって正直。いや、もうとっくのと。マジ。うん、8割わかる。一目見て。マジ。うん、すご。時期が時期だからあれだけど、これで東京歩いてほしいもん。マジ。うん、ワンチャンサイン会。ワンチャン群がるな。マジ。じゃあ皆さん、お披露目までお楽しみしてください。はい、では。すごすぎる、やばい。すごすぎる。マジか。今モザイクかかってると思うけど、すごすぎる。やばいぞ。マジ。大興奮。セットでより近づけていってもらいましょう。そうですね。まあまだモザイクですけど、ちょっと完成ですか？完成ですか？完成です。いや、すごいぞ。これマジで。じゃあもち一旦目つぶっといて。かけてまだ目つぶっといて。あー、めちゃくちゃいいかもしれない。やばい。あの、いい緊張する、めっちゃ。オッケー。心の準備はいいですか？行きましょう。やばいな、でも。はい、3、2、1で目を開けください。開けます。はい、3、2、1、どうぞ。うおやば、何この髪色。あれじゃん、あの、ということで、友達の髪を勝手に吾妻善逸にしちゃうドッキリ。よいしょすごっ。やばくない、このクオリティ。このクオリティよ。やばい、これは。変貌ぶりがすごいって。俺この髪色なの今。マジ？信じられない。メガネ外したバージョンも。こっち向いて。ヤンキーです。ヤンキーじゃん。まんまい。マジでただの。だってバイトは？バイトは一旦これで行くしかない。なくない？それ以外なくないわ。大丈夫なん、これで行って。ダメだよ。全然ダメだよ。全員ついるコンビニ草。ソリ。売り上げ高いよ。確かに。じゃあ最後ちょっと霹靂一閃で。あ、そうですね。あんま知らねえんだよな。それでは全員さん。行きます。例のあれ、よろしくお願いします。いきます。雷の呼吸、一の方、霹靂一閃。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。